皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日は初心者の方必見の失敗しないプロテインの選び方についてお話しさせていただきたいと思います。まず最初にプロテインという括りで見てしまいがちなんですが、実はそのタンパク質の種類だったりとか、何を材料にしたタンパク質なのかっていうところで種類を分けることができます。すごく細かく分けることができるんですけれども、今回は一般的に販売されていてよく知られている種類のプロテインを3種類ご紹介した上で、それぞれのプロテインの使い分け方も合わせてお話しできたらなというふうに思います。プロテイン大きく分けて3種類あるんですけれども、ホエイプロテインとカゼインプロテイン、ソイプロテイン、この3つに大きく分けることができます。でまず一番最初にお話しするのが一番メジャーな、プロテインなるホエイプロテインなんですけれども、牛乳を原料にしている動物性のタンパク質を使ったプロテインになります。身近なところで言うと、ヨーグルトを食べるときに上澄みの水分が溜まっていることがあるかなと思うんですが、あれをこうより抽出して精製してパウダーにしたものがホエイプロテインになります。水溶性の水に溶けやすい性質のタンパク質なので、消化吸収が早いというのが一番の特徴になります。さらに動物性のタンパク質なので人間の体組成に近いというところで、必須アミノ酸のうちの3種類である BCAA というのを多く含んでいるというのも特徴の一つとして挙げられます。2つ目がカゼインプロテインです。ホエイプロテインと同じで牛乳を原料とした動物性のタンパク質なんですけれども、ホエイが牛乳のうちの2割だとしたら、その残りの8割がカゼインと言われるタンパク質の種類になります。これがチーズの材料になったりするんですけれども、ホエイが水に溶けやすい部分だったらカゼインが水に溶けにくくて固形の成分なので消化吸収がゆっくりであるという特徴があります。また胃でちょっと固まりやすい性質があったりするので、腹持ちがよく感じられたりもします。なのでホエイプロテインとの一番の大きな違いは、水に溶けにくいというところを生かして、消化吸収のスピードがゆっくりであるというところが最大の違いになります。と3つ目がソイプロテインになります。これも最近はよく耳にすることがあるかなと思うんですけれども、ソイプロテインは大豆を原料とした植物性のタンパク質を使ったプロテインになります。こちらは動物性のホエイプロテインに比べると少し消化吸収がゆっくりっていう特徴があります。この3つをですね、消化吸収のスピードの速さ順に並べてみると、ホエイ、ソイ、カゼイン、この順にこうゆっくりになる。ホエイとカゼインの中間ぐらいの消化吸収スピードなものがソイプロテインという風にざっくりイメージしていただけたらなという風に思います。ソイプロテインは大豆由来なので乳由来の成分がほとんど含まれていません。なので乳製品が体質的に体に合わない方だったりとか、乳糖不耐症の方、乳アレルギーの方もプロテインを飲まれるのであれば、ソイプロテインを選んでいただきたいと思います。ご紹介した3つのプロテインの種類なんですけれども、すごい特徴がありますので、違いにどれがいいとか悪いとかっていう話ではなくて、それぞれの特徴を生かして飲むタイミングだったりとか生活リズムだったりとか、ご自身の体質に合わせて使い分けていただくのが一番いいかなと私は思っていて、トレーニング後、運動後のタイミングだったらよりスピーディーに筋肉に栄養を届けたいというタイミングなので、一番消化吸収の早いホエイプロテインを選んでいただくのがおすすめです。寝てる間っていうのは栄養補給をすることができないので、体の栄養素が枯渇してしまいがちなタイミングになります。そういう時には消化吸収がゆっくりなものをあえて選ぶことで長期的に栄養補給をするっていうことが可能になるので、あえて消化吸収がゆっくりなカゼインやソイなどのプロテインを選んでいただくのがおすすめです。小腹が空くなっていうタイミングだったりとか、減量中だったりとか、ダイエット中で食事の量を抑えているような、そういった方にはですね、なるべく腹持ちのいいものを取りたいかなというシーンなので、消化吸収がゆっくりだっていうところを生かしてカゼインやソイプロテインを選んでいただくのもおすすめです。私個人的にはですね、筋トレ初心者の方で初めてプロテインを買うっていう方でしたら、まず最初に買っていただくのはホエイプロテインをおすすめしたいと思うんですが、理由としては味の種類が豊富だったりとか、自分で飲みやすいものを選べるっていう点と、
コストパフォーマンスがいいっていうのがホエイプロテインの特徴ですし、シーンが限定されないっていうところで、どのタイミングでもプロテインの良さを生かすことができるっていう点で、初心者の方がまず最初に買うっていうプロテイン何がいいですかって聞かれたら、ホエイプロテインをおすすめしています。今回は失敗しないプロテインの選び方、それぞれのプロテインの種類と特徴についてお話しさせていただきました。プロテインには種類があって、ホエイプロテインとカゼインとソイプロテイン、この3つを押さえておけばほとんどのプロテインは網羅できるんじゃないかなと思うので、この動画が少しでも参考になったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。